ラストチャンス再生受け追い人は江上光による経済小説である。銀行の再建に奔走した時の工場自身の経験をもとに書いた作品。徳馬書店の月刊小説誌、問題小説に2011年1月号から11月号まで人生七味唐辛子の題名で掲載され、2011年12月31日に人生に七味ありに解題されて、 特馬書店から単行本が刊行された。二千十八年四月十三日、講談社文庫の刊行時に、ラストチャンス再生受け追い人に、再び解題された。二千十八年七月期に、テレビ東京系、ドラマビズで、テレビドラマ化された。WBJ 銀行証券部で、企業再生業務に携わっている、菓子村哲夫は、ある日、突然、岸光銀行と合併して、 w b j 菱光銀行になると聞いて動揺する。合併とは名ばかりで吸収されるのは明白だったからだ。同僚が次々と退職していく中、宮内寮の送別会の帰りに気まぐれで、占い師の老女に占ってもらったところ、今までは単調で味気ない人生だったが、これからは七味唐辛子が効いた本当の人生が待ち受けていると予知される。 WBJ ひしひ銀行で、これからの待遇に不安を感じていた鉄男に、WBJ ひしひカードへの出向が言い渡され、これを機に、ついに退職を決める。なかなかいい転職先が見つからない中、投資会社、ジャパンリバイバルファンドの山本智也から声をかけられて、飲食フランチャイズ会社、デリシャスフードシステムの CFO に就く。再建のため DFS の実態を調べると、 上場廃止になりかねない想像以上のひどさで、大友勝治に報告すると月光し社長を辞めると言い出す。その経緯とこれからの対処を山本に相談すると、社長になってくれと言われてしまう。躊躇する哲夫だったが、再建に挑戦してみたい気持ちもあって引き受け社長に就任する。しかし、DFS の再建は予想以上に困難を極める。 ラストチャンス再生受け追い人のタイトルで2018年7月16日から9月3日まで毎週月曜22時から22時54分にテレビ東京系ドラマビズの第二作として放送された。主演は中村徹。る。菓子やデリシャスフードチェーン店その他。ありがとうございます。